翼くん、美咲くん、さあ残り時間も少ない。果たしてチャンネル登録者という名のゴールを決めることができるのか。おーっと、この姿勢はまさか、まさか、ツインシュートだー。入るか、入るか、ゴール。チャンネル登録者という名のゴールを決めることができました。ボールは友達。チャンネル登録よろしくね。あいつら友達のことボコボコに蹴ってますよ。ボコボコに蹴られたこの僕に免じて、ぜひともチャンネル登録してください。僕ボコボコに蹴られました。ガサポチャンネルの兄です。弟です。しばらく今月21日まで鹿島の試合がないんで、たまには番外編ということで、今回はサッカー漫画とかサッカーアニメの話でもしていこうと思いますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なお一部ネタバレを含むため、その辺はご了承ください。それじゃまずはサッカー漫画の金字塔キャプテン翼の方から行ってみたいと思います。まずはですね、実はこのキャプテン翼、今最新作のアニメが10月から始まったんですよ。キャプテン翼シーズン2ジュニアユース編っていうことで、まず小学生編あったじゃん、キャプテン翼小学生編一番最初のね。でその後中学生編がやって、ここまでは今から 4,5 年ぐらい前かな、2018年か19年頃のアニメでやってたの、ワールドカップに合わせてですね、ロシアの。そうそうそう。で今回の話はその続き、俗に言うここまでがキャプテン翼の無印っていうところです。あの原作漫画で言うところのキャラクターで言うと、いつもの大空翼くんとか三崎太郎くんとかの他に、ライバル役としてドイツ代表のカール・ハインツ・シュナイダーとか、そこら辺が出るあたり、各国の代表が出るっていう感じだね。このカール・ハインツ・シュナイダーもだんだん話が進むとかませキャラっぽくなっちゃうんだけど、この時点ではまだ強いです、ね、めっちゃ強いです。キャプテン翼といえば必殺シュートが有名ですけど、主人公大空翼くんのドライブシュート、まあ現実的に不可能ではないっすよね。頑張れば確かにできる。だから小学生であれやってんの、僕は大人でもできないです。あとストライカーのヒューガ小次郎、はい、みんな一回は真似しなかったですか、タイガーショットって、まあ、強烈なシュートですね。我々アントラーズサポーターだったら、上田綺世選手に彼を照らし合わせませんでしたが、僕はやってたよ。日向小次郎選手もお互い生まれ変わりじゃないけどリンクしてんなって思って見てました。守備しねえとこも、しないわけじゃないですよ。上田綺世選手守備よりも攻撃の方が得意ということです。はい、フォワードなので。で、あと若林源三、正ゴールキーパー、ペナルティーエリアの外からは絶対にゴールを許さない、なんだっけ SGGK だっけか。僕ね、でもこのキャプツバファンには申し訳ないんですけど、どうしても言いたいことあっていいですか。正直こんなに怪我しやすい選手をスーパーな選手扱いしてんのはって思っちゃうんです。僕は若島津派です。話の都合だ、若林源三くんが怪我しねえと若島津の出番があんまねえだろ、だから最後フォワードの方になってきてんの。あ、でもジュニアユース編ではそこまではやんねえんだっけ。じゃあ俺の方もどうしても納得がいかないついでにもう一つ、はい、2018年頃にやってたキャプテン翼って、はい、スマホが出てくんのよ。ヒューガ小次郎が、電子マネーでコーラ買ってんの、自販機で。まあ、コーラ大好きなんだよね、スポーツ選手にあるまじきとは言われてるが、まあ重要なのはそこじゃねえんだ、はい、小学生編と中学生編の間で三崎太郎くんが転校しちまう、はい、そん時に翼くんが、三崎くん君は今どこにいるんだって言ってるの。え、連絡先、ですね、スマホあるんすよ。え、誰も LINE 交換しなかったの。いや忙しかったんでしょうよ、急な話だったんでしょうよ。なんだ、三崎くんはぶられてんのか。これね、原作の話は1980年代にやってたから、当然スマホなんかないから、この話が、このストーリーが成り立ったんですけど、今もうスマホがあるんで、このやり方は苦しいっていうか、どっちかっていうとスマホを出しちゃったことの方がまずいっていうか、なくても話に影響しなかったんだから、あれスマホ出さなくてよかったじゃねえかと思うんですよね。あ、ちなみに LINE もバリバリやってます。今やってる2023年10月からやってるジュニアユース編の1話で LINE っぽいシーンがバリバリやってます。 LINE 使ってるシーン、美咲くんが携帯を持ってなかった説だよね。小学生だからまだいいかなという父の方針かと。美咲太郎の父ちゃんはあれはあれであれなんだが、でも俺は貧乏だって言ってた日向小次郎も持ってるし、翼くんも持ってるし、美咲くんも持ってると考える方が、まあ、自然小学生持ってますね。まあ、そうは言っても小学生編中学生編すごく面白かったので、このジュニアユース編にも期待大です。ここら辺はすげえファンが面白い最高傑作って言ってるあたりなんで、翼率いる南葛中とヒューガが率いる東邦学園、ここが同時優勝で幕を閉じたということで、その続き、こっから世界編のキャラクターが出てくるんで、そんでキャプテン翼の原作漫画って今でもやってるらしいんです。読んではいないんですけど、翼くんは今バルセロナを模したチームのカタルーニャってところにいます。もう当時だったら、まあ、翼くんだったら精神と、いや日本人が精神だけど、今の日本ならだよね。チームメイトがチャービ、パジョル、イエニスタ、全員オリジナルキャラクターですよ。
でもキャプテン翼だったら僕を出してだよね、俺を出してくれって、それくらい世界的ファンがいるじゃん。ちなみにライバルレアルマドリードを模したマドリードブランコというチームには、ゼダン、マドリッチ、マルセイロ、セルヒオ・ラムズという全員オリジナルキャラクターがいます。オリジナルキャラクターですよ。まあでも正直、話の作り、ストーリーとしては昔のやつの方が個人的には好みです。まあ今も昔もこれからも子供たちの、世界の方々にとってのバイブルであってほしいです。次は今でも講談社モーニングで連載してるジャイアントキリング。これまでのサッカー漫画とは違う異色の作品ですよね。主人公が監督。そう、そんで J リーグにかなり近いプロクラブが舞台になってると。これまでの作品はね、プレイヤーで高校中学だったのが、まあ少年誌だからな、プロ。このジャイアントキリング、主人公のチームが ETU っていう架空の東東京のチームなんですけど、その対戦相手がちょうど今鹿島アントラーズを模したチームで、鹿島ワンダラーズっていうところなんです。ちょうど今連載してるあたり。そんでジーコがモデルになってるアイルトンっていうキャラクターが出てくるんですけど、結構突っ込んだ発言をしてまして、こんな監督の代表なんて行かなくていいとか言ってます。あと小笠原光雄さんをモデルにしたゴミっていうキャラクターがいるんですけど、そのゴミを代表に呼んでおけば日本はアジアカップであんな負け方をすることもなかったみたいに言ってました、ジーコを模したアイルトンっていうキャラクターが。他にもね、内田篤人さん、柳沢篤さん、マルキーニョスさんなど、いや似てんなーっていうような選手たちが複数名出てきてくれて嬉しい限りだよ、鹿島ファンとしては。山田監督っぽい人もいるしね。でそれどころか、前強化部長万さんみたいなキャラクター、鈴木万さんみたいなキャラクターとか、初代インファイト代表の河津徹市議会議員っぽいキャラクターまでいる。ここまでやってんのはマジですげえわ。でもう一つ嬉しいのが、この鹿島ワンダラーズというチーム、ものすごくタイトルに近い順位にいさせていただいてるので、ありがたいなって思ってます。ホーム最終戦を勝てばリーグ優勝っていうストーリーだもんな。あの現実の鹿島もね、これをぜひとも見たいんですよ。それも昔ながらの鹿島というか、古典的な、これでもかっていうほどに鹿島をやってくれてんだよね。この鹿島ワンダラーズが出てくるジャイアントキリング、今めちゃくちゃ面白いんで、気になる方はぜひ読んでみてください。すげー長い漫画なんですけど、最新の61巻、来月62巻が出るんですけど、この辺に鹿島の話がめちゃくちゃ濃く載ってるんで、ぜひおすすめです。すっげー面白いです。これ鹿島以上に鹿島やってんだよね。悔しい。宣伝みたいになってますけど、本当これマジで面白いです。あと個人的におすすめなのが25巻あたりで、この辺にサポーターグループ同士の確執の話とか載ってるんで、ここら辺もめちゃくちゃ面白いです。次はシュート。昔マガジンでやってたあれ、これも有名ですよね。時代を築いたサッカー漫画ですね。実はこれも去年の夏頃に新作アニメがやってて見たんですけど、どうにもあんまり面白くなくて、途中で見るのやめちゃったんですよね。キャラクター自体は神谷敦史以外は全員一新。もともと1年生の田中俊彦と平松和弘と白石健二か、掛川トリオらへんは僕らが見てるあたりでは出なかったな、結局。そんで唯一旧作から出てる神谷敦史、あれ確かさ、原作の最終回でユベントスのエースになってたはずなのよ。しかし監督、コーチ役、これいかに。これはもう引退したということなのか。そんなに先の話なんだ割にはめっちゃめちゃ若い作りだった。ちなみに田中俊彦は最終回でレアルマドリード所属だっけかな。原作で言ったら、まあ今だらワンチャンっていうのがね、本当時代ってすごいね。平松はアーセナルで、でこの平松のダブルヒールとかトリプルヒール、これがね、俺当時大好きでめちゃくちゃ練習したのよ。まあ庭でね、ようやってましたよね。まあもちろんできなかったんですが。ちなみに原作の最終回でヒロインの遠藤和美が掛川高校の監督をやってたそうなんですが、最新作のストーリーがそれで掛川高校が弱小に戻っちゃったって言われると、なんか笑えねえな。現実は厳しいという話ですな。掛川1年生トリオのトリプルカウンターアタックとかさ、まああれ結構好きだったんだよね。他にもね、青足とかホイッスルとか喋りたい作品はあるんですけど、時間が時間なんでこの辺で。俺は昔やってたリベロの武田の話したかったんだけど、うちの弟に全力で止められました。そんなの誰も知らねえよって。知ってますよね皆さん、バズーカチャンネルとかアトミックチャンネル。 J リーグ人気ですね、時代ですね。それでは今回の動画はここら辺で終わりたいと思います。高評価、グッドボタン、ベルマークの通知、チャンネル登録、メッセージの方、アントラーズファミリーの皆さんよろしくお願いします。タサポの方もお願いします。兄貴はツイッターもやってますんで、できればそちらも一つチェックしていただけないでしょうか。あ、X だっけ。 X だね。あとはポストっていうらしいよ。
概要欄の一番下にリンク貼っときますんで、ぜひそちらもチェックしていただけると嬉しいです。シカオくんもおすすめって言ってました。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。来週はシカオくんに一肌脱いでもらうか。多分皆さんが見たいのはサッカーの話よりもマスコットのシカオくんの話。え、マジで俺らの話重要ねえの？ましてやこの漫画の話。それではこちら丸さん、ロウホさんでクズアイスバーいちご味、珍しい味の想像がつきません。いただきたいと思います。シカコさんも喜んでますね。シカコさん甘いもん大好きですからね。はい、開けました。いちごの香りがもうね、すんばらしいですよ。いただきたいと思います。かじらせていただきますよ。味の感想はもう声にならない声で、うめえ。多分これ拾えてないんでしょうけど、もううめえ。うまいです。いちごの香りとシャクシャクとした食感です。いちごをそのまま凍らせて形にしたんでしょうね。うめえ。大変おいしゅうございました。続いてもう一品、夏なので水羊羹、これも鉄板お約束ですね。いただきます。おー、ねっとり、美しいですね。触っていて美しさを感じます。では召し上がりたいと思います。あげないよでは、いただきます。僕の率直な味の感想としては、うますぎてこらでしたね。いくらでも食えますよ。ねっとりとした食感に小豆の甘み、これはもう美しさも相まってアートですよ。和菓子はアート。いやー、2品目も大満足、大変美味しゅうございました。ではもう一品味わわさせていただきます。よいしょ。高級感漂いますよね、この美しさ。いただきます。スタジアムくん、スタジアムくんにもぜひとも召し上がっていただきたいな。ごめんね。あんこここに極まれり。ぜひぜひ鹿島スタジアムや鹿島神宮にいらしたときは、こちらの丸三老舗にも足を運んでみてください。おすすめです。シカコさんも大喜びですね。ありがとね、シカコさん、また来ようね。3品いただいた今だからこそ言いたい、コーヒー飲みたい、もう1品目から飲みたい。